はい、皆さんこんにちは。ビリスパにドハマりしたピロニチョコでございます。ということでね、やっていきましょう。今回も動画を。そうですね、最近ビリスパにめっちゃハマったんですよ、マジで。面白いからぜひとも見てみてください。ビリース・ザ・スパイスっていうアニメなんですけどね。うん、ということで、今回は年末のね、最後の動画を撮っていきたいと思います。まだ見てない。そうなんですけども、まあ撮るんですよ。撮るんですけど、一応これ撮影日がね、なんと12月の23日ということでね、まあなんとまあまだクリスマスも迎えてないと。まあでも、まあ、とりあえずね、この撮っといてからじゃないと、多分自分のあれ的に間に合わないんですよ。なんで今撮っといて、編集してアップするなり、予定アップするなりして、まあ、12月3日に どうにかして公開できればいいかなと思っております。ということでね、やっていくのはこちらになります。はい、ということで、SR 上限定関与になります。ですね、前あったじゃないですか、ドリームジャンボみたいなやつ。あれで SR 以上確定が3枚当たったんで、そちらを今回使っていきたいと思います。で、3枚なんですけれども、ミューズを1回、アクアを2回にしたいかなと思います。ということで、ね、まあ、理由としましては、今年2018年はどちらかといえば、自分的にはアクアの方が熱かったといいますか、アクアの方が結構その関わりがあった年だったんで、まあ、アクアの方をね、多くやっていきたいかなと思います。まあでも、プライベートのことを言いますと、今年はどちらかといえば、まあ、野球の方が熱かったかなと。そうですね、まあ10に分けたら6-4で野球の方が熱かったです。うん、まあというのもね、埼玉西武ライオンズが優勝したり、今年からね、結構その MLB の試合も見始めたりなんかして、結構ね、進展があった年だったんですよ。どちらかといえばラブライブっていうのは、まああんまりその毎年変わらず、今年もあんまり変わらずできたかなって、まあ普通に応援できたかなと思います。まあ振り返りの動画後で撮るか分かんないんですけど、とりあえずやっていきましょう。お願いします。さあ、ロードがないね。SR の、お、ニコニンありがとうございます。いいね。ハレリ編かな。ハレリ編のニコニンでございました。いや、これね、持ってるんですよ。持ってるんですけど、結構好きなニコニンでね、覚醒かもしれないです。はい、続いて、アクアの方やっていきたいなと思います。アクア2回になります。ね。行きましょう、早速。お願いします。さあ、どうなる？ロードが入ったね。ロードが入っての、SR。お、まるちゃん、ありがとうございます。これはタイムトラベル編かな？タイムトラベル編のまるちゃんになります。いや、いいね。タイムトラベル編ね、懐かしいね。そうです、懐かしいね。まあ、今年もね、これでラストの回になるんですけれども。ところでしょ、皆さん、今年は。まあ、後でまともな話しましょう。で、では、早速、今年ラストの回になります。まあ、個人的にはまだラストじゃないんですけど。とりあえず、一応ラストの回になります。行きましょう。お願いします。さあ、ロードが入った。いいね。からの、お、UR からの、ヨウちゃん、ありがとうございます。やったぜ。久しぶりの UR だ。え、これ何編でしたっけ？なんか、あれですよね。なんかブレーメンの音楽隊みたいなやつなかった、ありませんでしたっけ？あれ、それミューズでしたっけ？もう覚えてんや。まあ、とりあえず、新しいヨウちゃんの UR でした。ありがとうございます。やったぜ。プラスワンのアレンジということでね。久しぶりの UR なんだけど、マジで。やっぱ、嬉しすぎ。え、これ何編だっけ、覚えてねえや。まあいいや、ありがとうございます。ちょうどよくヨウちゃんが来ましたね。ということで、今回はこんな感じで終わるかなと思います。ねえ、まあ、プライベート的に、プライベートで、最後の日にですね、ちょっと補充式やろうかなと思うんですけど、まあ、それも動画に撮って Twitter に上げれたらいいかなと思います。ということで、まあ、今年はこんな感じで終わりましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターの動画などは概要欄の貼るぜひよろしくお願いします。ということで、バイバイ。来年もよろしくお願いします。まあ、まだ来年も頑張るんで。よろしくお願いします。まあ、バイバイ。